こういう草刈り機のハンドルには、ツーグリップ、あとループハンドル、あと U 字ハンドルって、こういうタイプ、この3つのタイプがあると言われてます。だけどね、僕が使ってるのは草刈りが上手になるハンドルなんですよ。この3つのタイプどれとも違います。これなんですけど、まず、まあこういうカバーはついてます。これ間違ってアクセルを開けてしまわないためのカバーです。こういうのがついてますけど、まあ、違うのはこれなんですよ。アクセルのスロットルトリガーっていうんですかね、これの長さが短くなってるんです。これは2本指で操作できるようになってます。そうするとどういうことになるかっていうと、まあ、自然とね、この小指と薬指で握るわけですよ、ハンドルを。で、こちらは操作する方に、アクセルを操作する方に意識がいきます。で、これで一つは、メリットとしてね、いつもアクセルを握ってるんだっていう、意識が持てます。それに対して、このアクセル、これが長いやつ、こう、わしづかみにしますよね。これ、アクセルを握ってるんだか、ハンドルを握ってるんだか、そういう意識さえなくなっちゃうんですよ。で、どういうことになるかっていうと、例えば草刈りをしてて転んだ時ね、アクセル戻すことができないんです。わしづかみにしちゃうとね。だけど、このハンドルの場合は、ここで操作できるんですよ。ここで操作することで、いつもアクセルを操作してるっていう意識を持ってます。だから、不意にね、転んでしまった時とかでも、とっさにアクセルを戻すことができるんです。そういう、まあ、これは一つのメリットなんです。安全なんですけどね。安全なんですけど、これは一つのメリットで、もう一つのメリットっていうか、こっちが大事なんですけど、草刈りが上手になるんですよ。これ、ハンドルを、こうやって、わしづかみにしちゃうとね、まず、操作が、やりにくいんです。まあ、剣道でもオートバイでも何でもそうですよね。お箸でもそうかもしれない。こう、わしづかみにしちゃうと、この操作ができなくなっちゃうんですよ。こういうふうに持ちますよね。棒を持った時ね。まあ、ここに、ハンマーがあるんで、こう持っちゃうのと、こう持つのでは、だいぶ違うんですよ。こう持って、まあ手首が固定されちゃうっていうかね、これ肘とか肩の方までなんか固まった感じになっちゃうんですよ。それに対してこういう持ち方をすると、この手首が自由になるんですよ。で、肩にも余分な力が入りません。そういう持ち方をね、これでできるんですよ。このこれこうこうこういう感じで持っちゃうと、肩にまで力が入って操作できなくなってしまう。それに対して、こういう感じですね。手首とかでも操作できると。そういうメリット。これね、二つ目のメリットです。もう一つが大事なんですよ。これが一番大事で、三つ目のメリットっていうのは、こうやってね、小指、薬指を中心に握ることで、この操作するだけじゃなくて、操作に対する反応が手で感じられることができるんですよ。実は手ってものすごくすごいセンサーなんです。だけど、そのセンサーの能力をこうやってわしづかみにすることで殺してしまうんですよ。それをこうね、握り方をちょっと変えることで、すごいセンサーを活かしてあげると。実はね、これ、自動車のハンドルでもそうなんですよ。自動車のハンドルね。自動車って、ハンドルを切るから曲がると思ってる人いますよね。あれ違うんです。実は、自動車っていうのは、ハンドルを切っただけでも、慣性っていうのが働きますから、まあ、タイヤ、前輪がね、左右に切れますけど、まっすぐ行っちゃうんですよ。で、でも実際は車曲がりますよね。どうして車が曲がるかっていうのを知らない人多いんですよ。これ、僕の車なんですけど、まあ、こういうふうに
ハンドルを切ります。そうすると、車はまっすぐに進もうとするんですよ。で、もしね、このタイヤがついてなければ、このホイールだけであれば、うん、車はまっすぐカリカリカリっとね、このコンクリートの上をカリカリカリっとまっすぐ進んでしまいます。曲がりません。で、どうして曲がるかって言ったら、やっぱりこのタイヤがついてるからなんですよ。で、タイヤがグリップするから曲がるっていう考え方もあるかもしれないですけど、そうではないんです。あの、タイヤが変形するんですよ。まっすぐ行こうとする車に対して、この打角がつきます。角度がつきます。それで、その時にタイヤはまっすぐ行こうとする車に対して、こう、変形するわけですよ。変形した形を戻そうとする力がコーナーリングフォースとなるんです。この遠心力でね、常に外側に引っ張られようとします。それに反対に内側に車を戻そうとする力。それはこのタイヤの反発力なんです。そういうね、反発力が発生するんですよ。で、この反発力の大きさは、タイヤの状態とかね、路面の状態によって違います。それをこのハンドルを持ってる手にね、手がセンサーとなって感じ取ることができるんです。もちろんね、あの目とかでも判断してますけど、この手でもね、手とか体でその反応が返ってくるわけです。それを感じ取ってるわけです。それで、まあ自動車の場合もそういうハンドルの入力に対しての反応っていうのを手とか体全体で感じてるんですよ。で、草刈りもそうなんです。こうやってもちろん操作します。だけど、草の状態がどうなんだ、刃の状態がどうなんだ、切れ味がどうなのかっていうのを反応が返ってきてるわけですよ。その反応を手で感じ取れると、それが感じ取る、それが大事なんです。その反応を感じ取ることが大事なんですけど、それがわしづかみにすることでなくなってしまうんですよ。こうやってまあ優しく掴むことで、反応を感じ取ることができるんです。それで上手に草刈りができると、そういうお話でした。はい、以上です。